こんなところに里なんてあったかしら。薄暗くて辛気臭いし、もしかして化かされた？いや、化かしてなんかいないよ。久しぶりだな、霊夢。ようこそ、妖怪の里へ。妖怪の里？ああ、ここはその名の通り、妖怪たちが暮らしている里さ。どういうこと？説明すると長くなるが、構わないか？あ、ええ。以前、妖怪たちが人里に住み着いてしまったことがあっただろう。あの時は住人がいないのをいいことに、本当に好き勝手やってくれたわよね。力ずくで追い出すなんて私のキャラじゃないし、住人が戻ってくる前に姿を消してくれて本当に助かったわ。あ、ひょっとしてそれはギャグで言っているのか？え？話を戻そう。人里に住み着いていた妖怪たちのほとんどは元の住処へと帰っていった。だが一部の妖怪たちは人里での生活に慣れてしまってな、帰りたがらなかったんだ。しかしそれでは里に住む人間たちが困るだろう。そこで私が先頭に立って妖怪たちのために里を作ることにしたのさ。うーん、なるほどね。ま、他人に迷惑をかけることさえしなければ何だっていいわ。その点は大丈夫だ。そういうことがないようにしっかりと教育している。そう、なら安心ね。おや、素直に納得してくれるのだな。まあね、その代わり何か問題を起こした時には容赦しないわよ。覚えておこう。ところでさっきからずっと気になってたんだけど、あんたって満月の夜にしか白卓に変身できないんじゃなかった？見てわからないか？これは仮装だよ。レームが気づかなかったということはうまく化けられているようだな。仮装ってなんでそんなことしてんのよ。人間の姿のままでは妖怪たちに舐められてしまうからな。この里に秩序をもたらすにはこの姿の方が都合がいいんだ。それはそれは大変涙ぐましい努力をされているのね。ま、慣れてしまえばどうということはないさ。ふーん、私には楽しんでいるように見えるけどね。というわけだから、この里でトラブルにあったら私を頼るといい。そのくらい自分で何とかするわよ。相手は妖怪でしょ？私が負けるわけないじゃない。だから私を頼れと言っているんだよ。お前の心配をしているんじゃない。お前とトラブルになった妖怪の心配をしているんだ。はいはい、郷に行っては郷に従えってことね。心配しなくてもなるべくおとなしくしてるわ。いい機会だし、妖怪の里をゆっくりと観光していくといい。くれぐれも普通にな。しつこいな。わかってるって。なあ、何よ。こんな里
有無を言わさず焼いてしまった方がいいと思うぞ。っていうか、もう準備はできておる。あ？妖怪の集落など放置しておいたらろくなことになるまい。まあ見ておれ、我が華麗に火を放ってくれようぞ。しなさいよ、さすがにそれは。何を動揺しておるのだ。お主は妖怪退治を生業としているのだろう。だったらいいから待ちなさい。今のところは問題も起きてないんだし、何もこっちから騒ぎを起こす必要がないでしょ。しかしだな、私たちの目的は異変の解決よ。この里を滅ぼすことじゃないわ。ならば仕方がない。火を放つのはしばらく様子を見てからにするか。だからダメだっての。不思議ね、自分が暴れている分には何とも思わないんだけど、他の奴が暴れているのを見るとすごくヒヤヒヤするわ。おはようございます。ここは妖怪の里ですよ。ああ、はい、おはようございます。元気がありませんね。もう一回。おはようございます。仕方がないわね。おはようございます。はい、よくできました。あ、そうだ、ここは妖怪の里ですよ。それはさっき聞いたわよ。って、うわあ！悪霊の巫女が妖怪の里を練り歩いてる！やかましいわね。いい加減に黙らないと、力ずくで黙らせるわよ。ごめんなさい、黙りますから許してください。悪霊の巫女のあなたがどうして妖怪の里なんかに来ているんですか？誰も悪いことなんてしてませんよ。そんなの私の勝手でしょ。心配しなくても何もしやしないわよ。あ、もしかして最近できた降臨島の調査か何かですか？降臨島？あれご存じない？じゃあ違うのかな。確かに私はあの塔の調査をするつもりよ。だから悪いけど、あんたに構っている暇はないの。そうなんだ。じゃあ私は退治されないで済むんだね。よかった。悪霊の巫女さん、ありがとう。なんていうか、つかみどころのない子ね。こういう子は苦手だわ。能天気で話が通じないやからというのは本当にイライラするの。あんたも人のこと言えないと思うけどね。なんだかここだけやけに未来的というか、幻想郷っぽくないわね。こういうわけのわからないものは大抵。ようこそカッパの技術工房カッパーマインへ。やっぱりカッパどもの仕業か。人間、それも白霊神社の巫女。私たち何も悪いことはしてないよ。
私たちは人間が好きなんです。あら、本当かしら。一見すると友好的に見えるカッパも腹の中では人間を見下していたり襲おうとしてることがあるから気をつけろって波及の記録にはあったけど。そんなひどいです。なんでそんなこと言われなきゃなんないのさ。他の妖怪と違って私たちはそんなことしないのに。私に言われても知らないわよ。だいたい人間風情が妖怪のマニュアルを作ろうだなんておこがましいんですよ。ほんとほんと、人間なんて一人じゃなんにもできないのにさ。今度その子が水辺に来たらさらっちゃおうか。いいね、やっちゃおう。ちょっとあんたたちね。あはは、冗談冗談ですよ。別にあんたらが何をしようと勝手だけどさ、悪事を働くつもりなら相応の覚悟をしておくことね。その時は容赦なく叩き潰してあげるから。ああ、そんな気はさらさらないんで、その振り上げた拳を下ろしてください。まあいいわ。ところでここは何のお店なの？よくぞ聞いてくれました。ここはカッパの開発した技術をお客さんに提供するお店なんだよ。お客様一人一人に合わせた最適なプランを用意してる。ミコさんならそうですね。異変の解決に役立つこのようなプランはいかがですか？どれどれ。へえ、なかなかいいじゃない。ところでここに書いてある要投資っていうのは？ああ、それはですね、お客さんに投資してもらわないと利用できない技術なんだよ。って、何よこれ。ほとんどの技術が要投資になってるじゃない。残念ながら標準で利用できるのは装備強化だけ。これが噂に聞く課金制ってやつなのかしら。まったくケチね。ニトリはタダでいろいろしてくれたわよ。ニトリちゃんは商売気がないと言いますか、自分が面白ければそれでいいって感じだからな。自分の仕事分の報酬はきちんと受け取る、それがプロってものなのに。そういえばニトリは一緒じゃないの？ニトリちゃんなら自分の工房に閉じこもってるみたいですよ。一応このお店にも誘ったんだけどさ、忙しいって断られちゃったんだ。また物騒なものでも作ってるんじゃないでしょうね。もしニトリちゃんの工房に行くことがあったら声をかけてあげてください。たまに様子を見に行かないと干からびていないか心配。それは見たくないわね。正気度が下がりそう。ま、機会があったら様子を見てきてあげるわ。しかし随分ハイカラというかナウい感じじゃな。カッパっていうのは変わり者が多くてね、見慣れないものを見つけたらとりあえずこいつらのせいにしておけば OK よ。ほう、便利なやつらだな。そうなんですよ、私たちは人間の役に立ついい妖怪なのですよ。ふん、黙れ。そういうことを言う妖怪ほど信用できぬ者はおらぬわ。ひどい。
私たちの技術の恩恵を受ければ嫌でも認めたくなるって。有効な印にこの通信装置をお売りしましょう。これがあればどこでも好きな場所から通話ができますよ。ほう、それは便利なものだな。いつでも好きな時に太子様と連絡できるではないか。今はお得なキャンペーン中、幻想郷に来て1年以内の人であれば神割を利用できる。神割に加入すると端末料金が実質無料になるんだよ。2年おきに自動更新されるから、うっかり更新し忘れるなんてこともないし安心だね。ただし更新月以外に解約すると違約金が発生する。おお、料金が無料なのか。これは好都合だな。ちょっと、実質って何よ。それって実際には無料じゃないってことじゃないの。ん？何か問題でもあるのか。え、いや、それはですね。はい、この話はなかったことにしましょう。たら黙らないとここを廃墟にするわよ。なんだ、残念だの。我にはわからぬが、複雑な事情でもあるのか。ほら、もう行くわよ。世の中うまい話なんてそうそうないんだから、注意しなさいよね。いや、そんなことはないぞ。幻想郷ではよくわからん書類に判を押すだけで、いろいろなものをタダで手に入れることができるのだ。この前もそれで暖かい羽毛布団を手に入れたぞ。幻想郷の冬をしのぐには羽毛布団が必須なのだと言って親切な者が譲ってくれたのだ。お主はそういう目にあったことがないから我に嫉妬してるだけではないのか。そういう話があっても、次からはあんた一人で決めない方がいいと思うわよ。ちゃんと誰かに相談した方が。確かに、我だけがいい思いをするというのは良くないな。次からは太子様もお誘いすることにしよう。いや、そういうことじゃないんだけど。なんか獣臭い。いらっしゃい。ようこそ丹沢屋へ。なるほど、ここはあんたの店だったのね。退治する前にどんな商品があるのか聞いておこうかしら。ちょっと待て、お主妖怪を無差別に退治しすぎじゃないか。ちゃんと差別してるわよ。妖怪かそれ以外かで。本に幻想郷は恐ろしい場所じゃ。それで何屋さんなの。よろず屋じゃ。食料品から日用品まで様々なものを取り揃えておる。ああ、そっか、葉っぱさえあればどんな商品でも作れるものね。な、それはとんでもない言いがかりじゃぞ。タヌキとキツネは人を騙すものって相場が決まっているのよ。ひどい偏見じゃのう。わしの理念は売り手よし買い手よし世間よしじゃ。間違っても騙したりなどせんわ。近江商人みたいなこと言うわね。おお、お主よく知っておるな。凛之助さんがよく言っていたのよね。言っていただけだけど。わしは近江商人の三方よしがとても気に入っておってな。ってそんなことはどうでもいいわい。のう、白霊の巫女よ、
ここは一つ見逃してはくれんかの。わしはただみんなに笑顔になってほしいだけなんじゃよ。うん、妖怪だからってちょっと冷たくしすぎたかもね。いいわ、見逃してあげる。おお、さすがは白霊の巫女。幻想郷を仕切っているだけあって話がわかるの。まあ何か困ったことがあったら私に言うといいわ。あんたが悪さをしない限りは相談に乗ってあげるから。本にかたじけない。人間の小娘はちょろいな。おい、騙されるでないぞ。ん？そんな騙したなんて、わしはただ。ふん、口では何とでも言える。腹の底では何を考えていることやら。ま、どうせろくでもないことに決まっておるがな。天然系放火魔よりははるかにマシだと思うがの。今何か言ったか。待て、店内は火気厳禁じゃ。ちょっと、揉め事は外でやってよ。こやつはお主の連れじゃろ。頼むから何とかしてくれ。そうね、どうしようかしら。取引など不要だ。今すぐこの古だぬきを。助けてほしいならそれなりの誠意を見せてほしいわね。ひどすぎる。お主は鬼か。ぬ、サラダ油では火がつかんのか。こりゃ何をやっとるか。町を下ろせ。あら、これなんていいわね。素晴らしい誠意じゃない。それはわしの店で最も価値のあるアイテム、お払い棒99ではないか。こういうアイテムがあれば異変の解決がぐっと楽になるわ。誠意を示すかどうかはあんた次第だけど、どうする。さあ、古だぬき、どうするのだ。わかった、それを譲ろう。さすがね、賢明な判断だわ。ここまでの誠意を見せられては我もお主を信じるしかあるまい。助かった。お主の店は異変解決後に燃やすとしよう。そうね、好きにしたらいいんじゃないかしら。悪魔じゃ。人間の皮をかぶった悪魔がおる。冗談だ。妖怪には人間の冗談も通じないらしいな。わしの知る限り人間はそんな恐ろしい冗談は言わんぞ。